どうもこんにちはバンドでございますす元気ですかいやいや今日は最近ちょいちょい動画アップできてるねなんかこうそれだけ気力が気力が体力が充実してきてる基本的にあの具合悪いのこの辺だから <laughs> っていう感じですねおかげさまでございますありがとうございます今日は前回ねあの録音のレベルをちょっと間違えて失敗していた今すごくメーターを慎重に見てる今回はねポッドマイクロードポッドマイクから直接えっ、ー、とブラックマジックビデオアシストだっけ 4K。ビデオアシストそんな名前だっけ <laughs> に直で入れてて、これね、えー、ダイナミックマイクなんでファンタム電源いらず、とに,とにかく XLR 入力ができれば、まあ、フォンでもいいんだろうけどね、ダイナミックなら、えー。とりあえず入力しておりまして、内部で今ね、60、プラス60デシベルぐらいプラスしないと、いい感じのところまでメーターが触れないので、多分多分大丈夫だと思います。ダメならもう一回撮りましょうっていう感じで、えー、今日はお知らせというかですね、久々に検索やろうぜ、みんな。えー 前はね前はって言って本当二2年3年前なんだけど添削を広く募っていろんなやり方をしたんだけどね、えー、例えばツイッターで募集してツイッターでタグをつけてもらってっていうのもやったしそれがほとんどかな一般公募という形でね皆さんから広く写真を集めてやろうぜっていうのはそれがほとんどだったと思うんでどういう形をとるか正直ちょっと悩んでいる部分はあるんだけどまずはお題を決めようと思ってでまずお題がですね、えー、自分が見て お題を一言で言うと「かっこいい」が伝わる写真にしようと思ったの今回お題ありね。でかっこいいが伝わる写真で結局僕の自分の立ち位置をよく考えてみるとただただ楽しく撮ってそれをわーっと送ってもらってそれをあこれはこうだねっていうのもありなんだけどありなんだけどねその前から有料で添削をやっていたりその何前やってたのはその20枚自分の撮りためた写真を送ってもらってそれを僕が添削してっていうのやつだねサービスとしてやつだね有料サービスとしてやってて。 それをそのまま無料化してもなんて言うんだろう別に面白くないなと思ってそれだってパーソナルなやつじゃんパーソナルなやつを自分でこう20枚取りためてしかも過去写真最近撮った写真関係なくねで他人の評価がどうなんだろうって送ってもらうのがそのシステムそのサービスだと思ったから今回はお互いに見るじゃないですかお互いに応募したやつをどうだどうだっていうのを見る機会もあると思うから まずはその自分がかっこいいと思うものでありかっこいいと思うのが写真で伝わるっていうその2つのフェーズがあると思うのでそれをしかもお互いに見合うっていうのはなかなか面白いと思ったのねそれぐらいやらないとなんか僕のとこでわざわざ添削をやってもやる意味があんまないかなと思ってそういうふうにやろうと思ったんですわなのでかっこいいが伝わる写真でもちろんですねお題の何だろう趣旨を説明しておくと 例えばそのガンプラを撮ってガンプラがかっこいいっていうのってもうそこで終わりなのよ。なん,なんていうのかな伝わった今 <laughs> あのねガン,プラがガンプラそのものがかっこいいのを撮ってそれってもうテクニックもへったくれもなくガンプラの写真で記録で終わってるじゃん。でそれを突き詰めると図鑑であったりその記録写真としてのかっこよさとか芸っていうものがあるんだよね確かに。確かにあるんだけど 写真の技術としてかっこよく見せるにはどうすればいいんだろうっていうところを僕はずっと抽出してやってるつもりなんですよなんか写真論をずっとやってるのでそういうことでもちろんその素晴らしい被写体を撮った時にいつも言ってる通りその愛が北壁と高尾山を取り比べた時に同じ技術で撮ったらそイ愛が北壁の方がかっこいいよねまた掘るとかねの方がかっこよく見えるだろうというのはまあ分かるんだけどでもそれはそれと別として。 えー、いつか愛が北壁をを実際に取りににりり行くく日ののために技術を高尾さんで磨くっては全然ありだと思うの僕はどっちかというとそっちをメインで、えー、話題にしているつもりなのでなんか今回もかっこいいと思うもののかっこよさを、えー、競うよりもどっちかというとかっこよく見せる技術っていうのは一体何だろうっていうのを皆さんに考えてしかも、えー、まあ過去写真を送ってきてもらってもいいんだけどやっぱ評価が高くなるのは最近撮ったやつだよね。 この課題期間中に撮ったやつを送ってくれるとやっぱ俺嬉しいなと思うんでまあ俺を喜ばせるもんじゃないんだけどねそれにしようかそのレギュレーションどんどんどん今参加者が脱落してると思うんだけど参加しようかなって思った人がでもやっぱりやろうちょっと厳しめの方が面白いと思うからこの期間今日この動画が公開された時から再来週そう四週間2週間弱だけどね実際今日月曜日だから2週間弱なんだけど24日 かかの23時59分まででにしよう添削は YouTube で配信の形でやろうかなちょっと平日になっちゃうと思うんだけどおそらく、えー、配信をして、えー、やりましょうで今ねあごめんごめん一つふっと忘れていたんだけど動画撮り始める前に決めなきゃいけなかったのはみんなに、ね、画像を投稿してもらう掲示板をどっかで探してきてそこに投稿してもらう形にしようかなと思うので画像の仕様についてはそこの掲示板に、えー、の仕様に沿う形かね解像度とかね っってていいいいうう形がいいかなというふうに思ってますひょっとするとなんかそれがなかったら別のサービスするかもしれないそれもブログにまとめて書くんで、えー、ブログの記事に YouTube のこの動画の概要欄からリンクを飛ばすのでそこを見てレギュレーションを見て、えー、2週間の間自分が別にそのすごいほんとマジで愛が北壁とか行く必要ないからね俺は別に砂利とかでいいと思ってるからね砂利がかっこよければそれは撮った人の技術でしょ砂利なんてありふれてるからっていう感じでいつも撮ってるから その辺をですね皆さんもぜひ一,一緒にやってもらうと面白いんじゃないかなと思うのでかっこいいが伝わる写真、えー、1枚ね1枚皆さんアップしてもらってそれを2週間後ちょいだね実際に2週間ちょいだから今1516日後だと思うんだけどそれを添削いたしましょう100人超えることないと思うんだけど100人超えると私あれなので、えー、先着100人ぐらいにしとこうね一応ね一応ね,一応ね まあそれ以上どかどか来てくれるのも嬉しいは嬉しいんでちょっと様子を見ようで。ものすごくいい感じに盛り上がるんだったら、あのー、なんだろうね先もまたねあのお題を作ってっていうのをこれで、ね、オンラインサロンの中でよくやってるの毎週2週間ごとにお題を作ってこのお題で撮ってこようしかもそのプレジャーとしての楽しみっていうよりもたた同じこと言ったかその楽しむための写真撮影をしてもらうっていう写真クラブのりじゃなくて 写真技能を鍛えるために皆さんこれが今足りないっぽいからこういうのをやってみるといいんじゃないのっていうお題を出してそれに沿って皆さんこう視線抜刀しながら2週間撮ってくるのねもちろんみんな撮りやすいやつはその,その回は応募が多いし撮りにくいやつはなかなか応募がいかないんだけどでもねそれを繰り返してるとみんなもうめきめき上手くなってる人がいるからそういうのがやっぱりねその YouTube はねお互いに無料じゃん。その なんだろう僕自身が動画を投稿するのには金かかるわけでもないし,み,ないしみんなが動画を見るのにお金がかかるわけでもないんだけどでもこう不思議な絆ってあると思うの。で僕は誰かに向かって特定の誰かに向かって動画を投げてるわけじゃないんだけどでもこうねそっちでは一人のおっさんが受け取ってくれてるってこうキャッチしてくれてたまにねいいリアクションが返ってきてあ良よかったなと思うこと結構あって嬉しいのでそういうふうにですね自分の写真技能を鍛えたいって思っている人は結構真摯な人がね結構いると思うんで。 ぜひこっちからもそういう球を積極的にたまには投げていきたいなっていうそれぐらい体力が回復してきたんで <laughs> そんな感じ、えー、楽しくやりましょうまあまあ細かい概要についてまたブログの方ね、えー、文字で見ていただいてと思うんでそっちにリンクを飛ばします2週間ねあのかっこいい写真かっこいいが伝わる、えー、写真をですね期待してますんで頑張りましょうそんなわけでお待ちしてます